どんな策を支えたのであろうか。なるほどな。姫路城から国境の目付に来ているその侍は大きくうなずいた。首尾をおやりなされよ。お杉婆は先導するように言って立ち去った。まもなくその侍は新民家の裏手に十四五人の人数をまとめていた。何か密かに言い渡して、やがて塀を越えて屋敷のうちへなだれ込んだ。若い女同士のおつうとおぎんとがお互いの薄命でも語らい合っていたのか、老けた明かりの下に涙を拭い合っているところであった。人数は土足のまま両方の襖から入り込んできて、部屋いっぱい立ちふさがった。あ、おつうは青ざめておののいた気だったが、さすがに無二歳の娘であるおぎんはかえって厳しい目でその人々を見つめた。竹蔵の姉はどっちだ？一人が言うと、私ですが、とお銀は言って、屋敷のうちへ無断で何事にございますか？女住まいと思うて、無礼な所作などあそわすと許してはおかりませんぞ。膝頭を無視して攻めると、先刻、お杉と立ち話を交わした組頭らしい侍が、お銀はこっちだ、と彼女の顔を指さした。やなりと同時に明かりが消えた。お通は悲鳴を上げて庭先へ間延びをした。理不尽でもあるし、突然な狼藉ぶりだ。お銀一人に向かって10名以上の大の男が押しかぶさってきて縄にかけようとするのである。お銀はそれに対して女とも思わない壮烈な抵抗を見せているのだった。しかしそれも一瞬だった。ねじ伏せられて足蹴にされているらしい。大変だ。どこを走ってきたのか自分でもわからないが、とにかく深夜の道を、お通は七宝寺の方へ向かって、裸足のまま人心地もなくかけていた。平和に慣れてきた乙女の胸には、この世が転倒したような衝撃だった。寺のある山の下まで来ると、お通さんではないか。木陰の石に腰を下ろしていた人影が立ってきていった。修法沢庵なのである。こんな遅くまで帰らないことはないのに、探していたところだった。おや、裸足で？彼女の白い足で目を通すと、お通は泣きながらその胸へ飛びついて訴えた。沢庵さん、大変です。ああ、どうしよう。沢庵は相変わらず、大変？世の中に大変なんていうことがそうあるだろうか。まあ、落ち着いて、わけを聞かせなさい。新民家のお銀さんが捕まっていきました。また林さんは帰ってこないし、あの親切なお銀さんは捕まっていくし、私、これから先、どうしたらいいんでしょう。泣きじゃくって、いつまでもたくあんの胸に身を震わせていた。